さて、審判の皆さん、先頭に選手の皆さんが今ピッチへと入っていきます。今シーズン途中交代から2得点の渡辺一馬先発です。さあ今キックオフ、まずは三浦から前線に佐々木が競りに行きましたけれども、ドリブルで仕掛けていく。ああ止めた。さあ遠藤、フリー、ミドルシュート、会場がどよめきました。プレッシャーもかけていきますが、おいいボールが入った。レアンドロ・ペレイラ、左足、東口、最後はシュートを打っていきましたレアンドロ・ペレイラです。渡辺一馬、左使う。入れ口も中入ってきましたが、さあ抜けていったぞ。さあチャンス、中倉田いる、倉田、あチャップさあ取ったぞ。ナンバーチャンス、さあどうするか、中入ってきた倉田、まだかわす倉田、の左足、決定機作っていきましたガンバ大阪。さてチャンスを伺いますガンバ、跳ね返したい広島、動き出してきてヘディングだ。最後は三浦、キャプテンの三浦玄太、完全にフリーになりましたね。ドンピシャリのヘディングシュート、今シーズン2ゴール目、先制はガンバ1対0です。宮で引っ張って最後、はい、三浦選手ですよね、完全にフリーでしたね。ドンピシャリと合わせていきました三浦です。ワイルドはこちらレアンドロ・ペレイラです。今シーズンここまで4得点決めています。今後半がスタートしました。取ったところでは来てないような状況ですから、スムーズにボールが回らなかったような、状況でしたけどもね。これは奪った川辺、前向く川辺から左、レアンドロ・ペレイラ、レアンドロで左足強烈。キム・ヨンゴも言っていましたけれども、中央です。いいところにボールが出た川辺、からレアンドロ・ペレイラにボールが出る。三浦玄太、さまだある、レアンドロ・ペレイラシュート強烈。先ほどは動いてまた駆け引きしてます。入ってきたファーサイド、流れてきたところ落として右足、アイスブロック、体張って止めました。入れるか、いい守備です。そうですね、最後混戦のところから倉田選手の前がね、倉田選手も落ち着いてね、コースを狙ってシュートを打ったんですけどもね、最後ハイネルですね。ハイネルですね、よくかき出しましたね。そうですね、こう深い位置は取れてるんで、あとはクロスの質だったり、こう仕掛けのところですよね。東上げてきたヘディング、最後もレアンドロ・ペレイラです。あえて引き込んで、カウンター狙ってるっていうね、見方もあるんですけどもね。おっ、間、川辺、中、あっと、ナイスブロック、さあ、この後はよく炊き出しました。青山から中央フリー、前向く東、の左足から、レアンドロ・ペレイラ、落とす。藤井です。右足狙った、アイスキーパー。最後は狙っていきました、50番の藤井。下げていって、入れてきたヘディング、さあクリア、不十分、右足、最後思い切って狙っていきました。限定していきますが、ちょっとパスずれた、一気にカウンターに行くぞ。さあレアンドロ・ペレイラ、三浦がつく、レアンドロ・ペレイラ、中入ってきた、パスが出たぞ。さあレアンドロ・ペレイラ、ここもナイスブロック、よく戻ってきました。ただ広島がゴールに近づいてますよね、この時間帯。セットプレーのチャンスです、広島、押し込めるか、低いボール、ニアサイド、ここも東口、目安の5分が過ぎました、ここで試合終了をホイッスル、三浦玄太の1点を守りきりました、ガンバ、これでリーグ戦